はいどうも、芸人ギルドのジャパニーズ小池です。さあ今回もモンスターハンターライズの武器防具紹介していきたいと思います。今回紹介する、武器防具はですね、ヘビーボウガンになります。今回もですね、フレンドの方に、協力していただきまして、ヘビーボウガンですねの方を、防具作っていきました。そして武器の紹介も共にしていきたいなと思っております。まずですね、こちらの画像をご覧ください。まず武器防具となります。はい、こちらですね。こちらなんですけれども、まず防具の説明からしていきたいと思います。防具がジン OS ヘルム、そしてジン OS メイル、デスギア S フォアスト、金色の帯、金色の袴となっています。でですね、武器なんですけれども、これマガイマガドのヘビーボウガンになるんですが、これ最終強化がされていないものになっていますので、もう一度ちょっと画面を戻しますね。はい、本来はですね、こちらの、マガツオウズツの勇気セットというんでしょうか、読むんでしょうかね、もし違ったら教えていただけたら幸いなんですけれども、こちらをにまで、最終強化していただきまして、使っていただく形になると思います。武器、攻撃力、武器倍率ですね、武器倍率が220、回心率 0%、 そしてスロット2が1つとスロット1が1つ、ブレが右2小、反動大、リロード早い、拡散弾発射タイプが、局射型、そして特殊弾が狙撃榴弾となっております。はい、百竜スキルなどもあるんですけれども、こちらの、見どころはですね、レベル3貫通弾が4発、レベル3散弾が5発、レベル3、拡散弾が2発などあるんですけれども、注目すべき点は残裂弾が5発、装填できるよという点になっております。はい、今見ていただいている武器、こちらを使っていただいて、もう一度画像を表示します。はい、こちらの防具になるんですけれども、こちらのスキルですね、次は、並べて表示したいと思います。はい、こちらがスキル構成となっています。上から読み上げていきます。超会心3、弱点特攻3、力の解放3、渾身3、反動軽減3、装填速度1、そしてブレ抑制1、火事場力1となっています。火事場力1に関してはですね、おまけでついてきてしまった防具についていたスキルなので、一旦ひとまず考えずに説明していきたいと思います。まずはですね、超会心になります。超会心レベル3ということで、会心が発生した時に、会心がそもそも 1.25 倍になるんですけど、それが 1.4 倍になります。はい、続いて、弱点特攻です。弱点特攻がですね、レベル3ということで、有効部位への攻撃時会心率プラス 50% になります。これが3ですので、弱点を攻撃した時に会心率がプラス 50% されますというところですね。そしてもう一つ、次下ですね、力の解放レベル3とあります。特定の条件を満たすと一定時間会心率が上昇し、スタミナを固定で消費する行動の消費量が軽減されるとあるんですけれども、モンスターに発見されてから2分、または180以上のダメージをプレイヤーが受けるとスキルが発動するようです。そしてですね、会心率プラス 30%、 スタミナ消費、50%、 スタミナ軽減ですね、スタミナ消費量軽減 50%となります。そして次、渾身ですね。はい、渾身がですね、レベル3で、発動スタミナがですね、スタミナが満タンの状態をしばらく維持していると会心率が上がる。そして、効果がですね、レベル3ですので、会心率プラス 30%、 そして反動軽減ですね、反動軽減を、3にすることで、反動軽減は、最小はヘビーボウガンいかないので、限りなく少なくなる。そして、装填速度レベル1ですね。装填速度レベル1も極小まで落とすことができます。ブレ抑制も、ほぼないに等しい状態まで、持っていくことができるので、ここは1と1で
いいかなということで積んでいます。コンセプトとしては残裂弾が5発入るということで、そちらの反動ブレを少なくし、弱点に攻撃が入った時ですねに弱点特攻でプラス 50%、 そして渾身ですね、渾身でプラス 30% の 80% の会心、なおかつ力の解放で特定の条件、先ほど説明した特定の条件を満たせば、まあ、オーバーしてしまうんですが、会心率が 110%、まあ、100% ですねに行くことができる。そして超会心でその会心ダメージ、まあ、残裂弾のダメージが 1.4 倍されるよという武器構成、防具構成となっています。ですね、まだ貫通弾や、まあ、何のダメージ、弾のダメージが3弾もすごく強いんですけれども、まあ、マルチプレイにおいてやはり残裂弾などが有効かなというところなんですが、貫通弾や残裂弾の弾の期待値といいますか、まあ、モーション値、弾のダメージをまだ計算してはいないので、これがまあ最強ということではないんですが、すごくですね汎用性のある武器かなと思い、武器防具かなと思い今回紹介させていただきました。実際、この武器ですね、すごく強いので、まあ、作成難易度はですねそこそこ高いかなと思うんですけれども、ぜひ、作っていただきたいなと思います。そしてですね、まあこんだけ言ってても碁石が難しいよっていうとやっぱどうしても作りづらくなってしまうんですけれども、こちら碁石がですね、まあ碁石ですか、弱点特攻1以上あれば難なく作れてしまうというものとなっています。はい、続いてですね装飾品ですね、装飾品がですね反動軽減を3個、そして装填速度を1個とブレ抑制を1つの、この計5つですねを作成していただいて、スロットにはめ込んでいただければこちらの防具になると思います。ただ先ほども言ったようにやはり期待値をまだ計算していなくてですね、まあ、その関係上もしかしたら攻撃7を積んだ状態の方がはるかに、ダメージが出るよ通るよという可能性もあるんですけれども、ひとまずは、まあ、碁石なども揃っていない今の環境下ではすごく汎用性のある、ヘビーボーガンの防具または武器かなと思ったので紹介させていただきました。もしヘビーボーガン作りたいよという方がいらっしゃったら、こちら参考にしていただいて、作っていただければ幸いでございます。今後も芸人ギルドの動画ではですねこういった、防具紹介動画どんどん出していきますし、モンスターハンターライズの、面白い動画だったりをどんどん出していくので、ぜひチャンネル登録高評価の方をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。